はい、こんにちは。引き続きライブ放送で、えー、メッセージの返信をさせていただきます。ちょっと読みながらライブさせていただきますね。YouTube ご覧の方はちょっとね倍速ぐらいで見てください。えー、では始めます。えー、こんばんは、は久保さん。自己アフィレートについて質問です。こちらの FX 口座の自己アフィレートを検討しております。成立条件としては10万円入金して120回売り、もしくは買いを一度してすぐに決済を60回繰り返せば、成立と理解すればよろしいのでしょうか。 ま,さんまた久保さんは FX の新口座のセルフバック案件があるときは積極的にチャレンジされますか FX の口座開設は報酬が高いなと思いましたお忙しいところすいませんお時間があるときにお返事いただければということで,ですけれどもの24時間に時間がありますのですぐに返信させていただきますはいまずこれ質問が2つあります1つ目からお答えします えーと成立条件は10万円入金して120回売りもしくは買回答売りを合計で60回ずつ120回やればいいかってことなんですけどもその通りでございます読んだ通りですよねでもう一つの質問なんですけども久保さんは FX の新規口座のセルフバック案件があるときは積極的にチャレンジされますかああ積極的にチャレンジしますねやらないとわからないところが多いんですよでやった結果あれ勘違いしてたなーっていうのも込みでやらないといけないですよねだからねあのちょっとねすいませんあの <laughs> ちょっとだけ厳しいこと言わせてくださいねこういうの確認してやることじゃなくて、やったたでで確認した方がいいですやってみたんだけど、こうでしたってことですよね、そっちの方が話が早いと思いますし、うん10日経ったらね30件ぐらいセルフバックって済んでないと、とてもじゃないけど稼げる領域までいかないですよ、これ。 1>, 1年経ってもまだセルフバックやってるみたいなことになっちゃうんでうんもっともっとね積極的に進めて失敗を恐れないそういう風な覚悟で行ってもらいたいと思います後がないと思うんだったらもうねどん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 行った方がいいですで A8 年ってのセルフバックでもしね失敗したら別にアクセストレーダーの方行けばきゃいいわけですから a s p なんてねもう無限と言えるほどありますからどん,どん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 進んじゃってくださいであのでできればねできればですけども セルフバックをやっているところをあのキャプチャー動画で記録にどん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 ん取っておいてもらいたいんですよただ、これをですね無制限に、えー、一般公開動画に上げることはできませんこれはですねあまりやりすぎると a 8ネットの利用規約にかかる恐れがありますので、えー、その辺もね気をつけながらやってくださいもモヤモヤをかけてねモザイクするとかあそれからですね何、えー、て言いますかね 明らかに A8 ネットの案件であって分からないようにやっていくとかあそういうふうな進め方をやってもらいたいと思うんですようんそういう意味ではやっぱりね何と言いますかねうんまあ本当にね積極的にやらないとうん今更消極的にやってる暇はないと思いますんで、ね、どんどんいきましょうどんどんで失敗したストックをノートかなんかにねこう書いといたほがいいですかこういうふうなノートに失敗というか何,をい何月何日にどの案件をやってどういうふうにしていつんなんかこう 承認されたかとかねどんなことが起きたかとかっていうのをやった方がいいと思いますよねでもう一つおすすめなのは ASP の担当者さんを早めにつけてもらった方がいいですよねうんまあセルフバックやってるうちはつかないと思いますけどもあのセルフバックっていうのはアフィリエイトする前の準備運動ですからセルフバックで終わろうとしたらダメですよセルフバックの向こうにはあのアフィリエイトの,のなんか数々の案件があるということなんですよねで私の場合はアフィリエイトやってる時っててる えと生命保険ですか今はないですけども、うん、そういった保険がですね毎月7件か8件決まってたんですよこうなるとファイナンシャルプランナーさんとか保険の外交員さんよりも制約率が高いぐらいの、ね、レベルなんですよで私は全然ね保険のことを詳しくないですし誰かに保険について話したことがなくて単なる私のサイトがあー、ね、契約してくれただけなんでうん どんどん進めていくと、まあ、そうなるってことかな、まあ、いずれにしても数をこなさないと一定のレベルっていうものに達しないんでまず数をやることですよねであんまり失敗を恐れすぎると数ができなくなっちゃうんでうんなんか、ね、その失敗から学ぶことっていうのを私お話すると思うんですよ失敗資産っていうのがありますから失敗しなければ資産が築けないぐらいに思った方がいいと思いますよねえー、以上でございますそれでは頑張ってください失礼します